必ずやろう日本最高<っ>朝霞豊ですこの動画を見て、なるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします2月27日のデイリーニュースをお伝えいたします今日はですね、私ですね、出張でそのホテルの中におりまして今そのホテルの中からあの収録をさせてもらっていますよろしくお願いいたしますで今回はですね、この中国経済というものが世界経済の中でどんどん孤立化を進めていて おそらくこの流れというものは変わることなく続いていくであろうと、まあ、こういうことについて語っていこうかなというふうに思っています中国の昨年2023年の輸出総額は前年比でもってですねこれ4.6%減少しましたそして輸入額についてもですね前年比で5.5%減少しましたという、まあ、こんな状態になっています経済成長で5.2%もねこの順調に経済が 伸びているはずなのにまあ、どうして輸入が5.5%も落っこちるのと経済成長して国内で必要なものがね増えていけば輸入って増えるんじゃないのなんてね、えー、ツッコミもましたくなるわけでありますところでもう一つの、えー、この重要指標である、えー、輸出の方ですね先ほど4.6%減少という話をしましたが こちらの方をもう少しちょっとこの細かく見ていくとですねこれまたちょっと面白いことが分かってくるんですねまあ繰り返しますが輸出額は総額で見た場合には4.6%の減少ということになるんですがこの4.6%減少の4.6%という数字をしっかり頭の中に置いておいてください。でそれをベースにしてみた場合にこれ対米輸出額というのは これの減少対 EU の輸出額というのは10.2%の減少対日本の輸出額は8.4%の減少対 ASEAN アアの輸出額は5.0%の減少対台湾の輸出額は16.0%の減少対カナダの輸出額も16.0%の減少対フィリピンの輸出額は16.3%の減少 というような感じでですねえ結構皆さん驚きませんか4.6%の減少よりもみんなずっと大きいんですよ減少幅がでも全体としてみたらね4.6%の減少にとどまっているって 一体どういうことなのよっていうことになるわけなんですがじゃあまあどっかでその中国からの輸出というものがぼわっと増えてですねこのマイナスを相当穴埋めしていなんとその穴埋めをやっているのはまあ勘のいい方はお分かりだと思うんですがロシアで。 対、えー、ロシアの輸出は前年比で46.9%も上昇したというこういう感じなんですねでちなみに他のところでですね、えー、この中国からの,この輸出、えー、これが増えているところがないのかと言ったらまああるにはあるんですよ 一、えー、つは、まあ、アフリカ諸国うん、まあ、細かくその一個一個っていうのではなくてアフリカ全体で見た場合に7.5%増加しているというのがありでもう一つはですねインドでインドに関しては0.8%だけですけどねこれ増加しているというこういう状態です。でここから分かるのは中国経済がなんだかんだ言いながら西側経済から だんだん切り離されつつあるということなんですねで、より正確に言えば西側だけじゃなくってえそのロシアであるとかアフリカであるとかというこの極めて一部のところを除いて基本的に中国との関係がどんどん弱まっているのが実際だよということなんですで、よくもう西側の時代は終わったんだこれからはブリックスの時代だなんてね まあ言っているような人も、まあ、世の中にはいたりするわけなんですけれども、まあ、はっきり言いますが BRICS なんて全体のまとまり全然ないじゃないですか。まあ、念のためですけれどもブリックスっていうのは、えー、そのブラジル、えー、そしてロシアそしてインドで中国。 で南アフリカというまあこの5つの国を基本表すような言葉でした、まあ、最近はそのブリックスに加盟する他の国をね呼び込むなんていうことをやってたりするからまあ、この5カ国だけではなくなってるっていうことになりますが一応この5カ国ってことになります。で中国国が相相手手にするこのの貿易相手国っていうのは え、残りの4カ国ということになるわけですが、じゃあこの残りの4カ国はどうなのって言った時に、まあ確かにロシアに関しては、さっき言ったように46.9%も輸出額が増えてるわけですから、まあそれは、あそのロシアとの関係は良くなってるっていうことにはなるんでしょうけれども、じゃあ残りの国々どうなのと。えー、インドはさっき言ったようにプラス0.8%。まあ高度成長してるんでね。 中国からもこうちょっと輸入が増えていくっていうところが若干あるっていうのは分かりますけれどもしかしながらインドが中国に今取って代わる世界の工場にどんどん近づこうとしているというのは皆さんもよくご存知のところでつまり中国依存が今後強まっていくというのはおおよそ考えられないっていうことになりますよね。 じゃあ残りの2か国について、えー、見ていった場合、えー、対ブラジル輸出は実は4.3%の減少対南アメリカ輸出も0.8%の減少という状態になっていてなんと、えー、この2か国にしても中国離れが進んでいるということになっちゃうわけなんですよ。だからはっきり言えばなんですけれども、えー、中国は。 ブリックスでまとまってなんとかかんとかっていう風になってなくてロシアだけ伸びてるけどあとは全然中国との経済関係は今強まってないよっていうことが分かるってことなんです。まあ、まとめますとめす まあ、ロシアがどうしても今、その西側の制裁とかも加わる中で、まあ、中国に何としてでもこの頼らざるを得ないっていうことで、中国との経済関係がどんどん強まってるっていうことは確かにあるんだけれども、世界のそれ以外の国々は、中国との関係がどんどん弱まってるというのが、これが現実なんだよということなんです。そして、こうした、その中国のですね、この世界経済からの孤立化路線というのは、 私たちが想像して以上に実はかかななり激しく進んででいいいるるるととととううここもになるわけですで皆さんからするとその中国とべったりっていうイメージでいった時にドイツなんていう国がね、えー、頭の中に浮かんだりするっていうことがあるかと思いますけれどもあのドイツでさえですよ中国からの輸出っていうのはなんと前年比13%で この落ち込みを見せているというのがこれが実際なんですよ。で中国国内にあってもその中国がですよねこの世界経済全体の中から切り離されつつあるということについてね全くこう意識してないということではないわけなんです。でそれでまあ最近何かとこう注目されている BYD という中国の電気自動車のメーカーありますよね。最近あの総生産台数でもってですねまあテスラを抜いて。 世界一になったっていうことでもってですねこれからは世界一の電気自動車は BYD だみたいな感じでまあ今打ち出しているまあそういう中国の自動車メーカーがあるんですけれどもこの BYD にしてもなんですがこれ中国だけでやってたら無理だろうっていうことでもってですねまあメキシコに新たに投資をしようというような話が今持ち上がってきていたりもするわけですで。ここのののの BYD がですねこのメキシコ進出ってていいいううものを考えているというのは トランプ政権の時にそのカナダとアメリカとそのメキシコの間で結ばれてきた北米自由貿易協定というものがありますけれどもこれがこの新しく、ね、改定されてアメリカメキシコカナダ協定みたいな感じに、まあ、こう手直しされたっていうことがあるんですけれどもまあこれとの関わりっていうのを頭の中に置いた方がいいかなと思います。 でまあ、要するにこれによってメキシコにおいて、えー、その自動車生産をやればですね、まあ、アメリカに対して、えーまあ、非常にこの輸出がしやすくなるということがあることに加えて、えー、この今、電気自動車に対して、えー、バイデン政権は1台当たり7500ドルだったかなもうざっとですね1台当たり100万円ぐらいこの補助金を出してくれるみたいなことがあるから。 ガーンと安くなるるっていうことがこうあるわけなんですよねでこんな BYD の工場がこのメキシコにできてですよアメリカにバン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 、えー、この自動車輸出っていうのをやってでその1台あたり100万円ぐらいですねこのボン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 この補助金がつくみたいな、えー、こんな状態になったらそれでもって全米自動車工業会 AAM というところが。 こんな流れはやばいだろうと、我々は反対するんだというまあ、そういう声を上げたわけなんですね。低価格のその中国の自動車がこの入ってくるということになれば、最終的にはアメリカ国内においてのこの自動車セクターというものが消滅するぐらいの。この事態になりかねないということでもって。 この BYD のこのメキシコ進出これに反対するんだというこういう動きになってきたわけなんです。でこれはバイデン政権からするとこれかなり頭の痛い話だと思うんですねというのはこの電気自動車に対しての手厚い補助金先ほど言いましたがまあ110万円ぐらいになるのかなぐらいあるその多額の補助金っていうのは国内のいわゆるカッコきリベラル勢力からすればですね グリーンこそ正しいいっていうこことになるのでえこういうのを取りやめてですね電気自動車を特に優遇しないなんていうことが今できるかって言ったらそんなの全く不可能っていうことになってくるじゃないですかしかしながらですよ全米自動車工業会の要求を拒否するなんてことをやっちゃった場合に自動車関連のこの労働者たちが11月の選挙で一体誰に投票するのって言ったら。 こんなななのトランプになるにるる決まってるじゃないですかでそもそもトランプはこんな電気自動車路線なんか進めてるからアメリカのこの自動車産業の雇用が失われるんだっていうことをまあ強く主張してたりするんだけれどもこれまさしく本当にそ,の通りですよ、ね、でそもそもこの中国系の自動車がですよまあそのメキシコで生産されたものだとしてもなんですが。 これ社内での会話みたいなものが中国に筒抜、ね、けになって、えーね、そのいろんなスパイ行為で使われるんじゃないかみたいなそういう可能性というのは当然考えておかないといけないわけですよね。でそういう、まあ、ある意味当然とも言えるような疑いを差別だっていうことでもって排除するということをやりながらですよ。 もう一方においてガチ炭素を進めろと EV 化を進めろみたいな感じでこの電気自動車をどんどん盛り上げていこうなんていうことをやってるのはこれもうまさに客観的に見た場合にはですねこれ中国を利するような行動をバンバンとっているというに等しいじゃないですかまあ実に愚かだと思うんですけれども今世界全体はそういう流れの中で動いているというのがこれが実際ですよねまあちょっとね話が逸れたんでもう一回こう本筋に戻しますけれども まあ、要するに、この BYD のような中国企業であっても、もはや中国の国内で、こう、生産をして、世界に、こう、影響力を持たすっていうことだけでは、難しくなっているよね、ということを、まあ、理解をした上で、まあ、外へ進出しようみたいな、そういう感じの動きも、え、出てくるようになっているわけなんです。で、ここでですね、え、陳主光という、まあ、中国の有名な経済学者が、 自分のこの、えー、セルフメディアって言えばいいんですかねの中にあって、えー、この配信動画を上げてたっていうことがあるんですけれども、えー、この配信動画の中で、えー、中国経済の外循環、えー、ここにおいて3つのゼロ現象というものが今生まれていてこれに、えー、そのものすごくこの気をつけなきゃいけないんだよっていうことをまあ上げたわけなんですよね。 このチン氏講師は、まあ、そのために、えー、この動画がバンされただけではなくてですね、ウ、え、ェーボのアカウントとかもですね、これ今完全に、えー、この凍結させられたというようなことが起こっています。で、中国ではその経済の流れに関してなんですけれども。 国内の、えー、この経済循環というものが一つあるよねっていうふうに考えた上で、もう一個はその外国との間においての経済循環というのもあるよねということがあって、えー、この二つの循環のことを合わせて相循環、二、えーね、つの循環で相循環ですね、えー。そういうふうによく言っていたりします。で、このうちの、えー、その外側の方、外循環の方ですね。えー、こっちの方が やばくなってきてきんじゃないいかととうことを、えー、こをの陳ととといいいうう人は、えー、指摘しているることにななわけなんですで、えー、この3つのゼロが生まれてるっていうんだけれどもまあ正直言うとこのゼロっていうのはやや大げさな話ということにはなるんですがまあなかなか面白い話ではあります。じゃあその3つのゼロのうちの1つは何かというと実は中国を旅行する外国人の数の話なんですね。 でおそらくこの、えー、話は、えー、この中国を旅行先として選んでやってくる、えー、観光客の、えー、その数の話でビジネス客はあ入ってないというふうに見た方がいいかと思います。でこの陳志光氏によるとなんですけれどもコロナ前の2019年の第一四半会に、えー、この中国にやってきたあそういう外国人旅行者の数はですね全体で370万人いたんだそうですね。 これがコロナ明けの2023年の第一四半期、えー、ここにおいては、えー、なんと5.2万,っっ、まあ、万人いるんだから完全にゼロじゃないっちゃゼロじゃないんですけれども370万人が5.2万人になったというのはこれ実際計算してみると98.6%の減なんですよ。 そうすると残り1.4%しか残っていないってことになったら、それってゼロって言っちゃってもよくないですかっていう、こういう話なんですね。さらに衝撃的なのは、この5.2万人という数字の中に、香港からとマカオからやってきている人が入っていて、実はその2つを合わせると4万人を超えているっていうんですよ。そうすると、香港、マカオという身内以外から、 中国にやってきた、えー、そういう人というのはなんと、ね、こんな状態になっているからその外国人観光客に基づいてですね、えー、まあその地方にもいろんなあそういうホテルとかがこう建てられていたりしたわけなんですけれども。 えー、そういう、えー、その何て言えばいいんですかね、えー、その外国人観光に基づくサプライチェーンみたいなものが、まあ、完全に崩れてしまったと、えー、宿泊もしてくれない外国人観光客用のレストランとかも立ち行かないお土産も立ち行かないみたいな、まあ、そういうものに関連する産業が総崩れになっちゃったという、まあ、こういう話をしてるわけです。次にですねこのの陳氏が着目しているのは 外国と中国とと中を結ぶフライトの数なんですねコロナ前にはそのアメリカと中国との間を結ぶフライトというのは1日平均でなんと130 0 0フライト以上あったんだそうです1フライトぐらいあったみたいな感じなんですよね。でこれが今現在どうなってるかというと1日あたり中国とアメリカとの間においてのこのフライトの数がなんと56便にとどまっているということなんですよ。 毎日5、6分しかなくなっているんだそうなんですで、そうするとこれもざっと考えて95%ぐらいえー、これ少なくなったということなんですよねなんで5%ぐらいは残ってんだろってことで言ったらゼロじゃないんだけれどもでもゼロに近いぐらいに、えー、そのぐらい下がってるって言えませんかっていうのが、えー、この陳志向氏の言いたいことなわけですで、そうするとですよ、えー、その外国人観光客が減っているだけじゃなくて 外国人ビジネス客も大きく減っているっていうことになっているってことになるわけだからそれって中国と外国とのそのビジネス上のつながりというのもそれだけ下がっているということになるんじゃないですかってことなんですで。さて陳朱公子が挙げる3つ目のゼロっていうのは何かっていうと外国から中国への投資額ですねマネーの話です。 2022年の第一四半期に国外から中国への直接投資額は1,012億ドルもうあったわけなんですがこれが2022年の第二四半期になるとですね国外から中国への投資額というのは49億ドル1,000億ドル超えていたところから50億ドルに満たないところまでやっぱりこの95%以上をグわンと減るというこういう状態になったということなんです。 でえー、ちなみになんですが2023年の第三四半期にあってはこの49億ドルからさらに落ち込んでどうなったかというとなんとマイナス118億ドルということになったわけなんですね、まあ、一応第四四半期にはこの第三四半期に落ち込んだ分 え、若干取り戻したと言ってもいいのかな。175億ドルのプラスにはなったというようなことにはなりますが、で、このリバウンドに見えるものは今後ずっと続いてこう上がっていくっていうことが予想できるかって言ったらそんなわけないじゃないですか。で、2023年全体を見てもなんですが、まあ前年と比べて82%の減少になったということなんですけれども、えー、今後このトレンドは 続いていいてくというふうにやはり見るるべきだとということになるわけですでさらにですね中国一国だけをこの投資対象とした、えー、プライベートエクイティファンドと呼ばれるものがありますけれどもこれが2021年の上半期にはですねまだ500億ドルぐらいこうあったということなんですね。でそれが、えー、2023年の上半期にはどうなったかというと14億ドルまで減ったということになるわけなんですね。でそうするととこっちもなんと 97ぐらいい下がってるというこういう話になっちゃうわけです。とすると、えー、このエクイティファントに関しても、えー、これ97%ぐらい落ち込んでいるというこういう感じになっちゃうわけなんですね。でそうするとこの人もマネーも中国に流れてこなくなってきているんだよと。でその結果として新規投資もなくなってきてるんだよと。で外国と、えー、この中国との結びつきということで考えた時には。 ロシアだけしか相手がいないって言っても過言じゃないぐらいの状況になってきたんだよっていうこういう感じなんですよ。でこのトレンドが去年だけなのかあるいは今年ぐらいで反転するのかって考えた時にそんなことはないわけなんですよ。今後どんどん強まっていくっていうことはあったとしても、えー、この流れが反転するということは考えられないということになるわけです。 そうなると今後中国経済の世界全体においてのプレゼンスというのはどん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 こう下がっていくというのが見えているわけであと5年、えー、さらに言えば10年、えー、これだけ経った時にさて中国の経済ってそんなパワーを持っているということになるのかといったら。 もうそんなパワーを全然持ってないというこういう状態になるのはもう避けようがないというこういうことになるでしょう。少なくともこの習近平体制が続いている限りにおいてですねえこのトレンドに反転するなんていうことはおおよそ考えられないし仮に習近平体制が崩れたとしてもなんですけれどももはや中国共産党体制に対してえ今後も安定したえねえこの再び 安定した状態に戻ってくれるんだと、ねえー、再びこう習近平みたいなことが起こることは絶対ないんだっていう確信を外国人に持ってもらうっていうのもこれまた難しい話ではありますよね。ということになるとこの中国が積んでいるトレンドにはですね、えー、このリバースできるような反転できるような要素は全くないのであり、まあ、このまま中国は没落を続けていかざるを得ないであろうというのは 間違いないということがわかるんじゃないかと思います必ずやろう日本最高朝ヶ谷でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます